マッターホルン五を咲く瀬野をを焼く一人の密輸入者がザト山の氷河を渡った氷河のモレインを下ると石と石との間を縫って静かにこっそりいかにもくたびれたらしい足取りで降りる彼が人目を忍んでいることは一目でわかる その奇妙な物腰でもわかるし、背中に大きなズックの袋を背負っているのを見てもわかる。ジャン・ジョセフよ。と彼は心の中で自分に呼びかけた。用心しないと危険だぞ。今は昼日中だ。密輸入という仕事も惨めなもんだな。しかし生きていくためには仕方がない。 これだってあの犬のような国境監視人がいなかったらうまい汁が吸えるのだ。タバコを吸うのはやめようかな。監視人はどんな匂いでも遠方から嗅ぎつける。ジャン・ジョセフはパイプをピッケルに叩きつけて吸い殻を捨てた。それから残りの灰をプッと吹き出してポケットにしまった。もう朝もかなり進んで。 高い空の真ん中に太陽が輝いていた氷河にはちょろちょろ水が流れ小さい丸い緑色の池が日光を映して光っていたアルプス連邦にはいつもの響きより他に何も聞こえず辺りが深杏と静まり返っていたジャン・ジョセフは背負った荷物の重みに前かがみになり かすかな物音も聞き漏らすまいと聞き耳立てて時々立ち止まっては進むべき道を考え物の匂いを嗅ぐように鼻をうごめかし断崖にぴったり寄り添って歩き出したたちまち深い沈黙を破ってズドンと一発の銃声がしたはるか向こうのモレインの影にパッと白煙が立ったと思うとすぐまた消えた その鋭い物音は下のグランドミュレイユの氷河に反響し車庫の群れをびっくりさして飛び上がらせたそして密輸入者ジャン・ジョセフは頭を打ち抜かれ真っ逆さまに断崖から転落した銃声の反響が消えるとまた死のような沈黙が辺りを支配した聞こえるのは瀕死のジャン・ジョセフの喉のなる音ばかり 今の今まで元気だった彼は青空の下輝く太陽の下石の上に横たわって死につつある誰がどんな理由でどんな武器で殺したかも知らずに死につつあるこんな平和な山中にこんな悲劇が突然起ころうとは信じられないことだが向こうのモレインの石陰では一人の制服を着た国境監視人が まだ煙の出ている銃を静かに下ろしつつある。密輸入者ジャン・ジョセフの悲劇的な死の噂も月日が経つにつれ次第に世人から忘れられた。1年経ったそれでも復讐を企てるものがなかった殺したのが密輸入者たちが憎み嫌っている国境監視人であることはよく分かっていた。 ジャン・ジョセフを殺したのはロマンというあだ名で呼ばれた背の高い体格のいい監視人だったが彼はジャンの方から挑まれたので正当防衛で発砲したと言ったそのためロマンは免職されもせず強者がまた弱者の上に防衛を振るう結果となったその年は国境監視人と密輸入者との間に何の相当も起こらなかった けれどもこの事件があって以来ロマンの評判は密輸入者の間に目に見えて悪くなったロマンは上官の保護があるのをいいことにして次第に密輸入者に対して憎悪の炎を燃やした彼は娘たちに大胆にからかい密輸入者を隠した農家へ行っては小言を言い共犯者の名義で告発するなどと脅した そして傲慢な態度で彼らを見下し臆病者め「貴様らはジャン・ジョセフの復讐をするだけの元気がないのか?」と言わぬばかりの顔をした哀れなジャン・ジョセフの友人の中でかなり名を知られているのはアントアンヌとダニエルの2人でもし復讐をする人間があるならこの2人だろうと言われていたけれどもこの2人は 次第に密輸入の仕事を怠り出してとうとうしまいに全く密輸入から手を引いてしまった監視人ロマンは二人を褒めそやした自分の敵の中から二人を消すことのできたのを喜んだそして二人と親密になりたいと思ったその希望は実現された最初は二人が近づかなかったが だだんだん近づくようになりついに親密な友達となって秘密さえ打ち明ける仲となったロマンは二人をスパイにしたかったで国境監視人の仕事の面白いことを話して聞かせある時など一緒に酒を飲んだ末ジャン・ジョセフを撃ち殺した時の模様など包まず話して聞かした九月末のある天気のいい日のこと アントアンヌとダニエルの二人は冬になったらもうアルプスに登れないので最後にマッターホルンへ登ってみようと言い出したそして監視人ロマンも一緒に登るように誘ったロマンはすぐ賛成したそこで彼ら三人はすぐ用意してベッカに向かったこの地方ではマッターホルンのことをベッカという 三人は一つずつ難所を越して登った道は次第に急になり登るに従って目の前の山頂の姿が美しく気高くなり驚くべき建築物のように見えた遠いはるかな高いところに青い空を背景にして日光を浴びた山頂が浮かび出していた無数に分かれて走る死脈が まるでガーゴイルに飾られた大寺院の中楼のように見えた雪が溶けて流れる急流にはつららが音を立てて流れていた一つの大きな岩が転び出すと途中でたくさんの岩に触れてものすごい音を立て土煙を上げて麓に落ちたそれからまた永遠の沈黙が続く マッターホルンの頂上には鉄の十字架が立っているその十字架の下で4人の者が休んでいた国境監視人ロマンと密輸入者ダニエルとアントアンヌそれから麓で偶然出会って勧められるままについてきた2人の旧友アンジという青年の4人だ彼らはのみかつ食った 激しい山道を登ってきたので快い疲労を感じていた4人はまるで自分の家の前で話しているように愉快そうに気楽に話し合っている山に生まれ山に生活する彼らにとって登山は日常茶飯事なのである彼らはつなぎ合わしていたザイルを解き 幾度も氷に打ち込んで先のやや丸くなったピッケルを傍らに置いてルックザックに入れてきた弁当を食べている空気は澄んで柔らかでそよとの風も吹いてこず晴れ渡った大空には一辺の雲さら見えなかった雪をいただいて縦横に錯装するアルプス連山は日光を浴びてキラキラ光り麓の森は青黒く 緑の谷は陰気に野原や牧場は色あせて寂しく見えたセルマットの方を望むと山が急に切って落としたようになって黒い岩の斜面のところどころに雪が残りガラスのようなスラブが日を受けて光りその下にウィンバーの不幸な友が死んだ真っ白い氷河があり なおその下にフィスプの渓流にまたがるツェルマットの木造家屋がある広いアルプスの山々を探してもいやおそらく世界中の山を探してもこのマッターホルンほど孤立して高い戦慄するほどの空虚な感を抱かせる山はあるまい孤独の感を抱かせる点では海の中にたった一つ突き出た巨大なピラミッドと同じである 四方に深淵が口を開け、虚空に取り巻かれたこの工法は、下界というより天井に近かった。おい、ロマン、もう一杯飲めよ。飲んだ勢いで一息に山を降りるんだ。進められるままに、ロマンは杯を受けて、おいしい酒をぐっと飲んだ。山を登って、疲れているので、ひどい渇きを覚えていた。 飲んでいるうちにだんだん酔ってきた「それが有名なチェルビーノさ」とロマンが叫んだ「来年はプララエの国境監視人をみんな連れてきてやる」「アハハハ」それから彼はサンタルチアを歌い出した「まったくだロマンあのチェルビーノは狙撃兵時代のやつとは違っているからね。 さあ、もう一杯飲めもし国境監視人ロマンが酔っ払っていなかったら彼が杯を傾けるごとに他の3人が目配せしたりうなずき合ったりしているのが見えたはずだロマンは1人酒を飲んだが他の3人はあまり飲まなかったロマンは杯を高く差し上げて「諸君 俺は我が国のすべての密輸入者の健康を祝して飲むぞ。ありがとう、とアントアンヌが言った。俺たちも国境監視人の健康を祝して飲む。四人が四つの盃をかち合わせた。ダニエルは十字架を背にして立ち上がり、パイプに火をつけて吸いながら、おい、あそこのコルド・バルベリンを見ろ。いや、そっちじゃない。 あの山のそばだよ。あのガラス板のように光っているところだよ。俺はあの山を見るのが大嫌いだ。かわいそうなジャン・ジョセフのやつを思い出すからさ。あいつはあの山で殺されたのだ。そこまで言うと出し抜けに大声で笑い出したものがある。監視人ロマンだった。ロマンは太い声でしゃべり出した。 そうそうあの山で殺されたのだったねまあ聞いてくれあの時のことを話して聞かそうかわいそうにジャン・ジョセフのやつあの山で天国に登ったんだあの日俺はいつもの通り今日はスープにするモルモットを一匹捕らえて帰ると言って家を出たんだところがお昼頃になっても一匹も捕れないで ああの山のの山そこのとことろでで休んでいた。「春になると池ができるところだよ氷河のモレインのそばだお弁当を済まして15分もたつとツール・ド・クレトンの雪の斜面の下を何やら動くのが目についた双眼鏡を出してよく見ると袋を背負った密輸入車じゃないか「こんちくしょう、今度こそは逃さんぞ」と思ったね。 そいつがなんとジャン・ジョセフの野郎だったんだ4人目の若者アンジが急に体を動かして真っ青な顔になったそこで俺は銃を取ってこういうふうに狙った言いながらロマンは片目をつむり両手を上げて狙う真似をしたそしてズドンと一発撃ったジャンのやつ キャッとも言わず石のように真っ逆さまになって落ちた「おい諸君4 0 0ル離れたところから頭の真ん中を撃ったんだよどんなもんでい,いこれだけの腕前がありや」言い終わらぬうちに出し抜けにアンジの鉄のような手がギュッと彼の手首をつかんだそして彼を立ち上がらせた若者アンジは彼の前に立ち 一言も言わず、燃えるような眼差しでロマンを睨んだ。びっくりしたロマンは急に酔いから覚めても抵抗はできなかった。何が何だかさっぱりわからなかった。アンジーの鉄のような力は次第に増し、その顔は次第に恐ろしくなった。ロマンは握られた手首の痛さに溜まりかねてうめいた。おい、どうしたんだ酔っ払ったね。 痛いから話せよ話してくれおいアントアンヌダニエル助けてくれけれどアントアンヌもダニエルも助けなかった身動きもしなかった2人は黙って冷然それを眺めていたしばらくすると十字架の前に立っていたダニエルが静かに口からパイプを取って「アンジュはジャン・ジョセフの子だぞ」 とたった一口言った時は9月の末で日は暮れやすかった朝割合遅く麓の小屋を建った彼らは日が落ちる少し前に頂上に着いたそしてやがて黄昏をへずしてすぐ日が沈み夕方になるらしかったローマンは猿靴は押され綱で縛られ 十字架の下にに仰向けに寝ている。彼はイタリア側の断崖のへりを枕にして大きな深淵から吹いてくる寒風に髪の毛をなびかせている彼の目に入るのは雲のない晴れた青空ばかりだった彼はやがて来たるべき死を待ちながら黙って両眼をぱっちりと見開き目のみを動かした 動くと転げ落ちるかもしれないので少しももがかなかった2人の密輸入者の長い前からの計画どこからともなく現れて途中で一緒になったアンジのことなどあまりに襲い今になって初めて気がついたこの見知らぬ青年アンジが自分が殺したジャン・ジョセフの子であろうとはジャン・ジョセフの子であろうとは アンジュはジャン・ジョセフの子だぞ」といった短い鋭い悲劇的なダニエルの声が彼の示打にリンリンとなり彼の魂の中で火のように燃えたどうすることもできぬ無慈悲な復讐の時は来た彼は敵の手で弾劾から落とされるより自分で転び落ちたいとさえ念じたロマンからあまり離れぬところ 鉄の十字架のそばで三人の者が相談しているそのひそひそとささやく声偉大な体格男らしい相帽ロマンはこれらの者のに何よりの威嚇を感じたそれというのもこれらの者のが不可抗力宿命そのもののように思われたからであるその不可抗の運命の前で もがいたり哀願したり叫んだりして何になろう彼は今死のうとしている。三人の男は彼のすぐそばしかも神の祝福のしるしたる荘厳な十字架マッターホルン頂上の十字架のそばで彼を殺す相談をしている。なんという恐ろしいことだ。ダニエルは消え残る雪を踏んで断崖のへりに行き。 しばらく額に手をかざして麓の赤い岩や急な勾配やツェルマットの方からよく人の来る道などをはるかにじろじろ見下ろしていたがやがて元のところへ帰ると「さあ始めよう誰も見ていない」と言った「始めよう」とアントアンヌがうなずいた3人はつかつか歩み寄ってロマンを取り囲んだ 極度の恐怖に襲われた囚人は、鋭い目で順々に三人の顔を仰いだ。暗示は死人のような青い顔になって、これから貴様を殺してやる、と言った。ロマンは麻痺したように無感覚になって、顔の筋一つ動かさない。これから貴様を殺してやる、バカ。 貴様は卑怯極まる方法で俺の父を殺したが、今度はお前が殺される番だ。あれから一年経ったが、仲間の者はその間、始終お前の行動を観察していたのだ。ジャン・ジョセフの子、アンジの復讐を尋常に受けろ。貴様の命はもうないのだ。分かったか。するとロマンが不意に体をびくつかして、足と頭を石につけたまま、 腰を浮かして断崖から落ちようとした。すかさずアントアンヌが膝で彼の体を押さえ、動きの取れぬようにした。ジャン・ジョセフの子は噛みつくような声で、もう貴様の命はないぞ。しかし貴様の考えているような方法で殺しはしない。貴様はこの崖から放り捨てられるように思っているのだろう。敵の手で死ぬより、 自分で潔く死にたいと思っているのだろう。ところがそれは貴様の考え違いだ。人思いに転んで死ぬるのは貴様のためにはいいかもしれぬが、そうはこっちでさせぬ。ぼつぼつ殺すのだ。俺たちの考えた方法でぼつぼつ殺してやる。自分が犯した罪を考えながら死ぬるようにしてやる。貴様はこれからキリスト様と同じように。 こののの十字架の上で死ぬののだ。神に祈りたければ十字架の上で勝手に祈るがいい。急にロマンがブルブル道ぶ類を始めた。ロマンは猿靴輪の下から一生懸命に叫んで彼らの慈悲をこい、腹の底から出る声で彼らの救いを求めたかった。が強いて口をつぐんで何も言わずただうんうんうめくだけだった。 やがて彼が目をギロリと光らして大きく見開いたと思うとまたまぶたを閉じたロマンは気絶したのだ三人は急いでロマンを起こし猿ぐはされたままの彼を両手を広げさせて十字架に縛りつけ足が地上1メートルのところに来るようにしたそれから三人はルックザックを背負いザイルを結び合わして 黙ったた。まま山を降り始めた日が暮れかかった日が暮れかかるに従って大空が曇り始めた暴風雨の前奏曲のような寒い風が氷河の上を吹き始めた白雪をいただく広大なティーフェンマッテン一体の三雷が灰のようなかすかな衣で覆われた ある不思議な不安な気分が地上を覆った。と空の一角から奇妙な形をした飛び色の雲が現れた。その雲は次第に大きくなり巨大なワシが翼を広げるようにミネ,ミネを次から次と包んでしまった。ダン・ブランシュも包まれたダン・デランもオーバー・ガベルホルンも包まれたマッターホルンのみが 雲に包まれずに巨大な峰に夕日を受けていた。けれどそれもしばらくの間で、やがてマッターホルムをわしの翼のような雲に包まれてしまった。たちまち一陣の風がさっと吹いてきた。その風は谷から谷、峰から峰へと吹きまくる。日は恐ろしい嵐に暮れようとしている。三人の密輸入者は、 日の暮れぬうちに嵐の来ぬうちにと思って急いで下った。だがチンダルの平坦な峰を越えコルデュリオンに続く目がくらむような尾根に差し掛かろうとした時彼らは突然立ち止まって空を仰いだ。はるかな高いところから不思議な音がかすかに響いてくる。腹綿を絞るような長い絶望的なうなり声が。 ある時は風の音のようにある時は鳴き声のようにまたある時は優しい音曲のように柔らかに響いてくるマッターホルンの頂上から追っかけてくるその声はロマンの声に違いなかった恐怖の念に打たれながら彼らはしばらく佇んで耳を澄ましたようやく不思議な声が途絶えたのでダニエルが口を開きかけると またうなり声が聞こえた。それは瀕死者の恐ろしいうなり声だった。多くの殺人方法の中で最もものすごい方法で殺される人のうめき声だった。ロマンは今や生と死との間を奉行している。三人はその声に耳傾けながら目と目を見交わした。叫び声はしばらくすると闇。 んだとと思うとまたた。聞こえたそして次第に高いしわがれた鋭い声になったと思うとまた絹に包まれたようなかすかな声になった暗いマッターホルンの谷間にこの救いを求める切々の愛玩の叫びが反響して響いたその叫びはだんだん凶暴となり ヒステリーの笑い声のように響いたと思うと急に死人の喉が鳴るようなキレキレの声となったと思うとまた深い沈黙に包まれる3人の密輸入者は十字架の人に対しては少しの同情も感じなかったただ厳粛な鎮痛な顔をして耳を澄ますだけだった 彼らは心の中で正当なことをしたと思った。正義がジャン・ジョセフのために復讐したのだと思った。畜生、とアンジが空を向いて罵った。いくら叫んでも今夜は誰も来やしないぞ。そこで大きな声でわめいていろ。たるたけわめいていろ。喉を絞るロマンの叫び声が急に旗とやんだ。 恐ろしい一つの幻を見たからやめたのである。三人の密輸入者もその幻を見て池井の念に打たれた。渦巻く霧を貫いた一畳の夕日の光線がマッターホルンの頂上を照らすとともに気味悪いものすごい巨大な十字架の影が白い雲のスクリーンにパッと映ったのである。ある不思議な 魔法の力で表されたように鉄の十字架とその上にもがく人の影が鮮やかに灰色の空に浮かび出た十字架の幻はひとしきり静かに映ったままだったがしばらくするとまたロマンがもがき出したやがて夕日の光が薄れゆくとともにその影はかすかになりついに霧の中に消えてしまった 渦巻く雲が次第に深くなって空一面に広がった幻が消えると辺りが死の沈黙に包まれたその上うなり声も聞こえなくなったので気味悪さもひとしおだったしばらくすると山を揺るがして暴風が吹き出した氷河の上に漂っていた雲が風に吹かれて 獲物を追いかける猛潮のように飛んだ。雲の層を破ってピカッと雷光がひらめいた。と耳を浪する雷鳴が断崖から谷間に響き渡った。雷鳴が止むとすぐあられが襲ってきてパタパタ麓の岩を叩いた。みるみるうちに辺りは霧に閉ざされ山が真っ白になった。しばらくすると 荒れの中に雪が混じり出しついには本当の雪ばかりとなったそして静かにひひと降ったマッターホルンの峰にその夜よっぴて風雪が荒れ狂った火のような稲妻がたけり狂ってものすごい雷鳴がおやみなくとどろいた朝になってもまだ雪が降っていた その雪は8日の間降って降って降り抜いたマッターホルンの峰は8日の間雲に包まれて見えなかった9日目の明け方初めて明るい太陽の光がさしてきたそして麓の牧場から頂にかけて幻惑するばかりの白色に輝く光鳳が青い青い海より青い空に くっきり浮かび出して見えたそれは神々しいまでに美しかった10日目に雪を犯して頂上まで登った一帯の登山者はびっくりした十字架の上には狂人のように両眼を見開き唇を引きつらして不気味な微笑を浮かべた男が鍵のように指を曲げたまま死んでいた。 鉄の十字架の両端にはつららが垂れていた死体や十字架の各部からは雪が落ちかかっていたそして死人の首は烈風にあおられてふらふら揺れているように見えたこのものすごい光景に肝を冷やした一帯の登山者が慌てて後ろに引き返そうとすると一羽の鳥がパッと死人の頭から飛び上がって どこともなく飛んでい。